シロックマンです。はい、倉庫整理のですね、6日目になりますね。はい、だいぶまあ片付いてきましたけども、あと残りの荷物はここにあるものです。はい、まあ全部 CD です、残りね。はい、まあ、これが一番のまあ一番大変だと思いますね、これを処理するのがね。はい、まあこの残っている段ボールのね、この CD に関しては全部この衣装ケースの中に入れる予定でありますね。まあ、入りきらないかったらまたちょっと別のとこにかね、入れるとこ考えてますけど、あ、猫ちゃんが入ってきて、入ってますね。はい、猫ちゃんがちょっと見えないか。リリーちゃん。ちょっと真っ暗ですね。ちょっとね、電気がこれ1個しかないんで、遠くまでね、電灯が届かないんですよね、この地下倉庫はね。綺麗に猫ちゃん撮れないんですけどね。まあね、あとこれがね、これは AKB 関連の CD が入っているね、衣装ケースなんですけど、これどうしようもないです。これここに置くしかないですね、もう。これもうあと、もうね、収納するとこないんですよね。奥のところにね、収納し、ね、するよ、ね、できるかなと思ったんですけど、入らないんですよ。どう考えても入らないんで、どうしようもないんですよね。もうこれ、ここに置いとくしかないです。ね。しょうがないです。はい。その代わり、ここにあるもの全部、どかしますんでね。はい。ここにあるものを全部、CD を収納すれば、一応、ここのスペースはあるわけですから、ここで別に寝るわけじゃないし、まあ、倉庫ですからね。しょうがないです。ここは、これはもう、これ置いといて、このままスペースでね。この奥に、これも CD なんですよね。この衣装ケースにも CD 入ってます。はい、あ、猫ちゃんが。猫ちゃんが中入っちゃったか。この衣装ケースにもね、CD 入ってまして、はい、大量に入ってるんですけど、これ全部こういう、こういう感じで全部、これコンパクト化してないやつですね。なので、お気に入りの CD が多いです。これバーって入ってるんですよね、いっぱい。はい、これもまあ徐々にね、コンパクト化しないともうね、収めるところがないなっていうのはありますね、正直なところね。リリーちゃん、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 出るか。はい、出るか。出ないと僕もこっから出られないんですか。はい、出てきました、猫ちゃん。はい、であとここに網戸をつけたんですよね。ここに網戸をつけまして、あ、まあここずっと開けっぱにできるようにしました。そうすれば換気もできるし、カビも生えないですしね。はい、それを今日やったりとかですね。これまあね、これ AKB の CD なんですけど、めっちゃ重いんですよ、これ。びっしり入ってるね、これ。びっしり入ってます、奥まで。奥までびっしり入ってる。これがね、3段あるわけですから、3段分。全部 AKB ですよ、これはね。で、ここにも AKB 関連の CD、ここにもあるんですよね。はい。これはまあ、さっきのね、衣装ダンスに何とかして入れようかと。これも全部 AKB 関連ですね。これも AKB、これも AKB です。で、ここも CD あります。この、ね、はい。これがね、AKB で、この2段目が姉妹グループですね。はい、姉妹グループ関連。はい、これが。はい。で、3段目も姉妹グループですね。とか、派生ユニットとか、ソロとかね。はい。これコンパクト化したやつですね。はい。まあね、AKB の CD も全部ね、あれです。置ききれないとか、あれ、コンパクト化しないともう入らないんで、古いやつはコンパクト化してるのもありますね、AKB の CD は。割と近年のやつはまだコンパクト化してないですけど。で、ちょっとこれ見えにくいかな。でね、ここ、あ、これ触ったらあかんな。ああ、ダメやな。真っ暗闇やな。ここをね、今日やったんですけど、ちょっと明かりが届かないんでわからないと思いますけど、これ棚置いてあるんですよ。ここにね、
で、この棚にはあの8センチシングルのね CD が全部、この奥はもう8センチシングル専用のあのあれですね、スペースです。はい、この棚にびっしり入ってまして、さらにこの箱にも入ってまして、でこの下にも、ね、引き出しがあるんですけど、この中にもシングル入ってます。で、このここにも箱置いてあるんですけど、ちょっと見えないか、さすがに見えないかな。はい、ここにちょっとね、まあちょっと分かんないな、箱置いてあるんですけど、ここにもねシングル入ってますね。はい、それを今日やってたって感じですね。こっから落とした方が分かるかな。はい、こっから落とした方が分かります。ここね、この2つ箱置いてありますけど、これもシングルですね。はい、いやいや、捨てられないっていうのは本当になかなか難しいもんです。めんどくさい性格ですわ。もう絶対捨てられないですね。はい、それでまあこれさっき言ってたのが、まあこういう感じで見えるわけですね。はい、このスペースは全部ねシングルですね。奥のスペースね。で、微妙にスペースで、まあ段ボール置くスペースとかあるんですけどね、ここにねこの衣装ケースね、 AKB の衣装ケースを入れたかったんですけど入らないんですよね。はい、だからもう諦めて、しかも奥にしちゃうと AKB のね CD よく使うから、こんな暗いところ 見えづらいところに置くのも嫌っていうのがあったんでね。だからまあ8センチシングルがね、一番 CD の中で一番使わないもんというか、あのまあ置いてるだけなんでね、もったいないから捨てられないから置いてるだけなんで、あの8センチシングルは使わないですけど、はい、ほぼねほぼ使うことはないと思いますけど、まあ、置いときたいから置いてるだけなんで、一番使わないから一番奥にしました。はい、置いてるだけ、もうコレクション的なものですね。はい、まあ、この辺の CD も特にシングルに関してはもう置いとくだけのものが多いかなとは思います。これ全部シングル、これ残ってるこれとかこれとかね、この段ボールは全部シングルですから、マキシシングルですね。で、この棚は全部アルバムですね。アルバムは全部収まったんです。この棚にすべて、僕があの所有しているアルバムに関しては、コンパクト化したものだけですけど、全部ここに収まっていて、あと収まってないのは、この衣装ケースに入ってるのは、まだコンパクト化してないお気に入りの CD ですね。はい、だから結構まだ、まあまだちょっと時間かかるかなと思います。明日以降やるのは、このマキシシングルのコンパクト化したやつを50音順に分別して、それをあの上の衣装ケースに入れていくっていう作業ですね。はい、それで終わりかなと思います。多分ね、あの衣装ケース一つでこれ全部入ると思うんですよ。はい、で入らなければ最悪こっちのさっきのね8センチシングルのね、この辺スペースに置くしかないかなと思ってます。だからなんとか収まりますね。収まらないのはこれだけ、この衣装ケースだけは収まらないです。ここに置くしかないですね。はい、まあ僕のね、あの倉庫ですから、別にこれをどかさないといけないとかいうのはないですから。はい、まあ、一応実況部屋になる予定でもあるんで、一応ゲーム実況ができるスペースぐらいはないとダメなんで、ここに置いてあるものはなんとかして収納したいなというのはありますんでね。で、ここで一応音楽聴けるように、ここにアンプも置いてあります。はい、あのタブレットとかね、繋いで音楽も聴くことができるんです。はい、まあそんな感じですね。いやいや、すごいっすね、本当に我ながら。いやもうね、整理してどんどんね、整理するたびにですね、まだあるのか、まだあるのかっていう、いつも思いながらやってますね。どんだけ物持ってんだろうみたいなね。で、ここに置いてあるのが MD ですね、ミニディスクです。で、この箱の中にも MD ミニディスク入ってます。これ引き出しなんですけど、はい、本当はこの下に置いてあるね、こことここの中に引き出しを入れるのはここなんですよ。ここ引き出しに入れるとこなんですけど、入らないと、もうこの棚が歪んじゃってね、入らないからもう上に置いたんですよ。はい、しょうがなかったんですね。もうギリギリですよ、これも。
もう天井にもうね、ギリギリくっつくぐらいの棚が入ったって感じですね。いやー、我ながら本当に物が捨てられないのでどうしようもないんですよね。写真集ですね。まあね、すごいですね、本当にもう。で、ここ、これで上にね、ここに、まあね、あの、本置いてありますけど、上にこれ全部空箱ですね。はい。空箱で、まあ割と綺麗な空箱だから置いてあるんですけど、また何かに使えるかなってことでね、はい。置いてあります。この下もね、本とかありますけど、まあ、この辺の本も全部ね、ちゃんと分別して、きれいにまたジャンル別にして入れたいなっていうのはありますんでね、それもまたそのうちやらなきゃいけないなと。あと、ここに置いてあるこれ DVD も収納しました。ここに DVD いっぱい、はい、あるんですけど、ここの棚のこの上と下の2段は DVD を置いてますね。主に音楽 DVD 関係ですね。はい、グラビア DVD と AV の DVD に関しては全部、あの、僕の部屋に置いてあるんで、まあ、使用率が高いですから、はい。グラビア DVD と AV DVD はね、僕が所有している DVD の中で一番使用率が高いものなんで、さすがにそれはここの下には置けないんでね。はい。まあ、だから音楽 DVD ですね。下に置いてんの。もう音楽 DVD は YouTube で見れるから、ね、上に置いとく必要ないかなっていうのがありまして、音楽 DVD は全部下に置いてますね、はい、AKB の関連の DVD も上に置いてあるのもあるんですけど、まあ、今はね Amazon プライムビデオじゃないわ、 AKB 映像倉庫っていうのは僕ね会員に入ってるんで、980円でね AKB 関連の過去のね、あの DVD が全部見れてしまうというサイトなんですけど、月額980円でね、あの歴代の DVD が見放題のね、DVD が発売じゃないわ、AKB 映像倉庫で見れるんですけどね、それがあればもうね、DVD 買う必要もないですしね、AKB 関連のね、まあ、新しい DVD 以外はね、はい、まあ、そういういろんな、まあ、僕の中での考えはありますけどね、はい、まあ、それ以外の、まあ、古いね、音楽 DVD に関しては全部もうここに置いてますね、はい。この下の2段にも全部ね置いてます、はい、これまあネギ版の DVD ボックスですね。これ980円で確か買ったんだったと思います。レンタル落ちかなんかですね、これね。めっちゃ安いなと思って、これはね、まあ、セイントセイヤですね。コンパクト化してますからね、 DVD も全部、僕CD と同じようにね、はい、まあ、セントセイヤの DVD ボックス、ね、これスラムダンクの DVD ボックス、あ、ボックスとか DVD、 スラムダンクですね。僕ね、スポーツ嫌いとか言いながらスラムダンクは見てたんですよね、はい。まあ、バスケットが好きってわけでもないんですけど、ただあの逆のところが好きで、合計のビートね、もうこういうアニメとかもね、今 DVD ね、なくてもYouTube で見れたりしますからね。はい。YouTube で見れちゃうんでね。だからもう、まあ、YouTube でね、アニメ見るっていうのはあんまり考え方として良くないかもしれませんけど、検索の仕方によっては見れちゃうんですよ。フルで全部見れたりするんで、検索すれば、うまく検索すれば見れたりしますからね。いやー、本当にね、これも DVD なんですけど、ね、音楽 DVD はね、ここほとんどですけど、ほとんど音楽 DVD ですけど、まあちょっと、まあ声優のね DVD とかもあったりしますけど。
あ、新谷涼子ね、いましたね。はい、新谷涼子って可愛かったですよね。ここね、声優も結構好きなんでね。はい、山本まりや、小木宮理恵、ね、だいぶ前ですけど、ね、まあこれただね、この子たちが遊んで戯れてるだけの DVD ですけどね。まあ、随分昔のやつですけどね。はい。で、北斗の拳ですね。第4巻。まあ、前巻持ってないですけどね。北斗の拳。北斗の拳、究極列伝。時伝。ラオウ伝。はい。こういうのもね、検索次第で見れちゃいますから、YouTube でね。はい。で、これ月姫っていうね、僕が対戦格闘ゲームで、メルティブラッドってゲームもね、やりましたけど、あれの漫画版ですね。はい。コミック版も僕も前巻じゃないか。何巻までか持ってますね。これアニメの方です。もう全部僕はね、アニメの DVD ボックス持ってますけど、はい、月姫。まあ、アニメと漫画両方とも見てますね。それとさらにメルティブラッドのゲームソフトも2本とも持ってますし、はい。ミニモニア。まあね、こんな感じでまあいろいろ持ってるわけですよ。はい。これすごいですね。これ桑田佳祐のライブ DVD なんですけど、これすごいですよね。曲目が。もうソロの曲目全部歌ってくれてるというね。ねえ、すごいね、いっぱい持ってますけどね、DVD とかもね。やばいな、表。片手でやると重いですよね、これ。タブレットを持ってるから片手で。片手でやんなきゃいけないから重たいんですよ。これめっちゃ、堀江由衣さんですね。堀江由衣さんの、ライブですね。今1個しか持ってないです。2007年。この人めっちゃ好きですね。なんかめっちゃ汚れてるな。うん。ザードですね。うちの母親が大ファンなんで、うちの母親が一番好きなアーティストはザードなんですよね。はい。母親のものです、これは。これも。これ PV 集ですね。で、こっちがライブです。これ違うな。これ、あれですね。これ、グラビアの DVD ですね。小倉優子のやつですね。で、これは、バンクバンドですね。ミスチルの桜井和俊さんと小林武史さんの、まあ、企画の、言ったら、バンドっていうか、まあ、なんつうの、こう、お金はなんかこう、寄付するためのライブみたいな企画ですね。バンクフェスっていうやつですね。これも何本か持ってるんですけど、これすごくいいんですよね、このライブ。感動的な、いろんなアーティストを呼んでやってるライブなんですけどね。はい。これもそうです。3本持ってますね、バンクバンドのライブ。はい。全部見てますからね、もちろん。これはルナシーのライブですね。2007年。復活した時のライブです。これもね、歌ってる曲はもういい曲ばっかりで。これ、グレイ。これグレイですね。グレイのライブ。DVD。これビーズですね。ビーズのライブ。で、これ長渕剛。カモンスタンドアップ。2007年。これ僕見に行ったんですよ、このライブね。だから買ったんですけど。長渕剛のね、ライブ DVD、これしか持ってないですね。富士山のやつと桜山のやつも見たいんですけどね。ちょっと高いんですよ、値段が。はい。まあ、長渕剛の DVD はそれだけでいいかなっていう感じです。桜山の、桜山ちゃうわ。桜島のと、富士山のやつと、
これ持っていればもう十分かなと思ってますから、個人的には富士山のやつもそのうち買いたいですね。桜島のやつも、これ大塚愛ですね、はい。でこれ木村カエラ、はい。まあそんな感じで、まあね、はい、ユニコーンですね、あの新生ユニコーンですね。これミスターチルドレン、ミスチルのライブ、これは堀江優衣ですね。これもね、あそうか、2本持ってたか、堀江優衣のライブで。これはグレイですね、グレイ、グレイです。でさっきこれ言った、これ桑田佳祐です。これ、あ、これは映画ですね、セカチュウですね、はい。でこれはクイズヘキサゴンのライブですね。あ、じゃあ合宿スペシャルか。これスマップですね、スマップのライブ DVD ですね。こう3枚組ぐらいのやつで、確かめっちゃ安かったんですよね、500円ぐらいで買ったかなんかそんなんで、はい。あのしかも曲目がめっちゃ良かったんですよ。これは AKB のコントの DVD ですね。これ中川翔子の DVD ですね、はい。ファーストコンサート、あとこれ全部コンパクト化してるんで、これ全部ハロプロ関係じゃなかったかな、うん、これ全部ハロプロですね、はい、ハロプロ関係です、はい。これね、ピンチランナーとか懐かしいですね、はい。まあ、もう絶対に二度と見ないと思いますけど、置いとくだけって感じですね、はい。まあまあそんなもんですね。これ面白かったですね、生卵っていうこの映画、これ面白かったですね。刑務所、女性刑務所でね、での話なんですよね、この4人のメンバーね、はい。まあまあそんなとこですね、はい。また明日も片付けたいと思います。じゃあ今回は終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これちなみにこれ AKB の最新シングルです。失恋ありがとう。はい。最新シングルなんですよね。はい。まあいいや。この辺新しいね、AKB 関連の CD になります。はい。じゃあ今回、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。